おい、お前大丈夫か？お、こんな動画クリックして。お、この動画のタイトル見ただろ、ちゃんと。俺に怒られたい人は、この動画見てください。お前大丈夫か？お、こんな動画クリックして、お前情けなくないのか？お、よくクリックしたよな。怒られたい、怒られたい。このなんか中年男性に怒られたい。お前それクリックしたんだよ。お、ちょっと自覚しろよ。分かってるか、お前やったこと。おい。お前 M か。M か、お前。ちょっと、じゃあもうせっかくだから、ちょっと話してあげるから、ちょっとありがたい話してあげるから。な？ちょっと聞けよ、もう。お前もうどうしようもないけど、もうちょっと話してやるから。なんとか大学、ちょっと忘れたけど、なんとか大学の研究で、こういうのがあるんだよ。どちらかを選ばないといけないと。A と B どちらか選ばないといけないんだけど、A は、鞭を打たれる。ね、あなたが鞭打たれる。バチーンって打たれる。で、B は、筋トレをしてムキムキになる。ね、どっちか選ばないといけない。で、この A と B、これ全然違うよな。A と B。どっちも自分の体に一時的な痛みを与えるという意味では一緒だけども、全然構造が違う。この A の方は、鞭打たれるっていうのは、これは受け身なんだよ。自分が、とりあえずじっとしとけば、バチーンって、あーっつってここで終わるんだよ。ね。で、B の方は、筋トレだから。自分で、その目標のね、なんかこういうか、形にしようとか、ちょっと今の問題設定だとちょっと、あれかもしれないけど、まあ、とにかく、何らかの自分のね、将来的なこう蓄えとか、そういう理想の体に近づけるようにってことで、自分で、そういう目標を持ってね、自分の自立した意思で、こう、体をね、痛みを一時的に与えるということですよ。で、この A と B だけども、ほとんどの人がね、A を選ぶんだよ。なんでか分かりますか？これは、受け身だから楽なの。こう A を選べばバチンと一瞬そこ痛いけど、それ我慢しとけばそれで終わるから楽なんだよな。でもこの動画をクリックしたお前はこの A の思考法だからな。怒られたいって、怒られたいってね、ちょっと怒られてみようって。お前この A の思考法になってんだよ。違う。お前はこの A の思考法、これは人々こういう A の思考をしがちなんだけど、受け身じゃダメなんだよ。怒られたいじゃないだろ。怒られたいじゃなくて、な？怒られてなんかやろうとかそういうのダメなんだよ。だって人の力でなんかとりあえずそれで済まそうじゃなくて、自分で何が必要か考えろよ。お前は俺に怒られるの必要なのか？違うだろ。お前自分が今やるべきことあるだろ。なあ。将来ちょっとこんな風になりたいとかなんかあるだろ。で、お前 B を選ぶべきなんだ。俺はこういう風にちょっとなっていきたいと。ちょっと今これつまらんけど、ちょっとこれ今やんないとしょうがないなと。ね。だからさっきの筋トレのね、筋トレの話だよ。もう、俺はこういうちょっと体鍛え直してこういう風に持っていきたいと。で、そのためにはちょっと日々、ちょっと苦しいけども、これやっていくしかないとね。だから、ちょっとお前もそういう思考に切り替えていかないと、これダメだよ。で、この B のやり方っていうのは、将来的にね、まあ、うまくいきそうだとかっていう見通しが立ったりだとか、あとそういう成功体験が積み重なれば、その日々のその苦しいっていう、ね、言われてるものも結構楽しくなってきたりするんですよね。で、それは習慣の問題で、習慣にしちゃえばもう苦しいとか何も感じない状態にもなるし、むしろもうそれが楽しいぐらいのね、レベルになるんですよ。これは皆さんその B を選んだ方がいい。だから、今、この動画クリックしてるね、あなたはこれ、今 A の思考法だから、この、ちょっと受け身でね、怒られて何とかしようじゃなくてね、徐々にね、ちょっと B に変えていきなさいよ。わかった？わかった？お前返事してないでしょ。俺わかるんだよ。お前 YouTube だからって舐めてるでしょ。お前返事してないでしょ。今返事してないでしょ。俺は聞こえるんだよ。これ録画じゃないんだよ。これ録画じゃないんだよ。お前と俺のバーチャルリアルタイムオンラインだよ。
俺には分かるんだよ。お前返事してないだろ。だからお前そういうところはダメなんだよ。まあ、YouTube だからっつって、まあ、録画だと思ってるだろ。録画じゃないんだよ。この瞬間はリアルタイムなんだよ。お前のそういうところを変えなきゃダメなんだよ。分かってんのかお前。分かったか。分かったか。よし。お前こういう動画出しても二度とクリックするんじゃないぞ。いいか。お前は自分の目標を決めて、それに向かって苦しくても頑張れ。自分の意志で頑張れ。人に怒られて何かやるとか、叩かれてヒヒンっつって馬のようにやるんじゃないぞ。お前自分の意志でやるんだよ。分かったか。